皆さんこんにちは。シーラブリーのアネラタイムのお時間です。アネラとはハワイ語で天使という言葉です。この番組はエンジェルセラピストリンがお届けいたします。私はうるま市のシーラブというお店でエンジェルカードリーディングセラピーやお客様に合ったパワーストーンブレスなどを作成しております。この番組ではエンジェルカードセラピーを通してのお話や、また皆様がハッピーになれるような役立つお話などを発信していけたらと思っております。またこの番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 ファックスは098-934-8653。 FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しております。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。コメントの方もお待ちしておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けいたします。ブルーハーツで Too Much Pain。
シーラブリーのアネラをお届けしております。私はシーラブというお店でエンジェルカードリーディングを行っております。エンジェルカードリーディングとは、エンジェルカードを使って皆様のお悩みを解決し、よりよく改善していくための導きをお伝えしていくものです。夢や目標によりよく向かっていくためにはどうしたらいいのか、またお仕事、恋愛、家庭のお悩みなど様々なお悩みを解決していくための導きをエンジェルカードを使ってお伝えしております。エンジェルカードの種類は24種類とあり、様々なお悩みに対応できるように様々な種類のカードが出ております。仕事の才能、仕事の展開などを表すライフパーパスカード、恋愛でパートナーとの関係性やどうしていけばよりうまくいくのかなどをお伝えするロマンスエンジェルカード、またはお花の写真が描かれて見ているだけでもとても癒され、またすごく心境的に改善するメッセージなどが含まれているフラワーセラピーカードや、またヘアリーカード、マーメイド、オラクルカードとかユニコーンカード、または聖母マリアカードなど様々な種類があります。また的確な質問に対してイエスかノーなどをお答えするエンジェルアンサーカードなどもございます。私はこのドリンバーチ博士のエンジェルオラクルカード以外のカードも含めて30種類のカードを持っておりまして、多くの悩みをいろいろなカードから具体的に解決できるように対応しております。本日はですね、先週ですね、中野町和樹さんというリスナーさんからですね、今度ぜひエンジェルタロットカードとエンジェルオラクルカードの違いを教えてくださいっていうコメントが入ってたので、早速ですが今日はそれをテーマにしていきたいと思うのですが、ですね、このエンジェルバーチ、中野町和樹さん、きっとそのドリンバーチューのエンジェルタロットカードのことをおっしゃってるかと思うんですが、私もたまにブログとかには載せたりはしているんですけど、このドリンバーチューのエンジェルタロットカードというのは、タロットって古代からすごく受け継がれているものなんですけど、この伝統的な基本のタロットの意味などを残しながらも、本当にこの古代のタロットカードっていうのはすごく怖いカードとかもいろいろ入ったりはしてるんですけど、そういった本当にネガティブになるような怖いカードの意味などは全て、そういう状況でもそういう時はどうしたらいいんだよっていうような前向きなメッセージになれるようにすごくカバーされて、本当にポジティブで優しく人生を肯定するような言葉と絵だけを使いながら、そしてまた古代のタロットの占い方法も現在に伝えられるために作られたものがドリンバーチ博士の、エンジェルタロットカードですね。もともとタロットが占いの道具で、14世紀頃にフランスで作られたマルセイユ版タロットカードが最古と言われていて、現在ではマルセイユ版の他に、そうですね、ウェイト版とかベルベイユ版、トートタロットとか、すごくタロットでも本当にいろいろと違いや種類があるんですが、一番有名なのがですね、やっぱり一番最古とも言われているマルセイユ版タロットといいまして、マルセイユ版タロットっていうのは聞いたことがある方も多いかもしれないですね。そもそもですね、タロットは聞いたことあるけど、エンジェルカードって何ですかと私もすごく聞かれることが多くて、で実際に私のお店にもですね、タロットカードをしに来ましたというお客様も多いんですよ。でそれでタロットではないですよって、エンジェルカードとタロットカードの違いを説明してですね、でやっぱりそうするとお客様本当に、カードって全てタロットだと思ってましたって、エンジェルカードって初めて聞きましたって、全くなんか本当にカードは全てタロットで、こう違った種類があるなんても思ってませんでしたっていう感じで、本当にそれぐらい逆にこうエンジェルよりも本当にタロットの方が誰でも知ってるっていうくらいかもしれないですね。本当に古代から人々によって受け継がれた歴史ある伝統的なアイテムなんですが、
ドリンバーチのエンジェルタロットカードもこの枚数的にはその古代のものと全く同じで、22枚のダイアルカナと56枚の小アルカナの78枚が入っております。ダイアルカナは人生における大きな出来事や転機、例えば結婚、妊娠、人間関係や仕事の変化や個人的な難題や成長、本当に人生における大きな変化を表すのがダイアルカナです。で、そしてこのマルセイユ版タロット、一番有名なマルセイユ版タロットカードの中ではこのダイアルカナですね、0番から21番の22枚に分かれてるんですけども、例えば0番が愚か者って書いて、愚者って呼ぶんですけど、愚か者のカードであったり、あと1番の魔術師だとか、4番の強行で、6番の恋人とか、あと吊るされた死神とか悪魔とか、あと塔の逆位置とか、本当にすごいネガティブな意味合いもすごくあるんですよね。私も実はマルセイユ版タロットも習ったことがありまして、本当に海外ですごく活躍されてる人から習ったんですけど、やっぱり少し怖かったですね。で、一応タロットも学びながら、まあエンジェルカードも、で今では本当にエンジェルカードばっかり使ってるんですけど、まあ今私が お話ししたあの怖いかタロットっていうのはドリームバーチのエンジェルタロットカードではなくて、すいません、古代のマルセイユ版とかのことをお伝えして、でもタロットが悪いとかいうわけではなくて、本当にまあその悪いカードが出た中でもそういうことがあるかもしれないから、そこを気をつけてねっていう具合で、全てを悪く取るっていう意味合いではない、別にタロットが悪いとかいうわけではなくて、やっぱりそういう現実を本当に踏まえるのが怖くて、それでなかなかタロットは引けませんっていう方とかも、そういった方もすごく多いですね。で、今マルセイユ版伝えたんですけど、それをですね、ドリーンが本当になぜそのエンジェルタロットカードを作ったかって言ったら、やっぱりその怖い意味を、そういう中こういう怖い意味がありながらも、よりこうするといいよって前向きに本当になれるように改善されたのがエンジェルタロットカードで、その中には無双、0番の無双化だとか、2番の女教帝とか、皇帝、恋人たち、戦車、正義とか、あと覚醒、あとエゴっていうカードもあったり、あと星とか月とか太陽、刷新、あと21番ワルセイ版と同じ世界とか、すごく基本的な意味は似てはいますね。ダイアルカナが人生の主な変わり目を表すのに対してですね、あと56枚の小アルカナっていうのがあるんですけど、この小アルカナは普段の生活の側面やありふれた日常の出来事を表し、4つのスートに分かれて、その4つのスートがそれぞれまた1から10番、あとはページ、ナイト、クイーン、キングという14枚に分かれてまして、で古代のタロットカードではそのスートの4つがワンド、ソード、カップ、コイン。占いとかでタロットしたことある人は聞いたことあるんですけど、ワンドの、エースとかコインのナインが出ましたとか、そういう言い方も聞いたことあると思うんですけど、でドリーンのエンジェルタロットカードではその4つのスートも変わりまして、火と水と風と地に分かれてますね。例えば火のエースとか火のクイーンなどと分かれてますね。でそれとは違って、今日は一応エンジェルタロットカードとエンジェルカードオラクルカードの違いは何ですかっていうことではあったんですけど、本当にドリームバーチューのあのオラクル、タロットカードもエンジェルカードも前向きになる意味ではすごく本当にポジティブになると部分は本当に同じではあるんですけど、やっぱエンジェルカードは本当に24種類も出ていて、例えば先ほどもね少しお話ししたんですけど、ロマンスエンジェルカードもあったり、あの仕事に効くライフパーパスもあったりとかですね、やっぱりちょっとこうエンジェルカードの方がより分かりやすかったりするかもしれないですね。でも私は本当にタロット希望の人にもやっぱり
あのエンジェルカードも取り入れてリーディングしたりとか、またリーディングエンジェルカードリーディングをしながらも、オラクルカードをしながらも、またタロットも少し交えてやったりとか、人それぞれにすごく合わせたりはしてますね。ちょっと初めて聞く方はもう一体エンジェルカード、タロットカード、エンジェルタロットカードってこう3つの種類を言ったんですけど、でもちょっと分かりづらかったかもしれないんですけど、一応今日は少しだけまたエンジェルタロットカードの中から後でメッセージをお伝えしたいと思います。それではここで1曲届けいたします。愛でストーリー。
シーラブリンのアネラタイムをお届けしております。とここでですね、コメントやメールが結構来てまして、今日テーマがですね、エンジェルタロットカードとエンジェルオラクルカードの違いは何ですかっていう、先週中野町の和樹さんの方からコメントが来ておりまして、それで今日このテーマにしたんですけど、中野町和樹さんからメッセージ届いてます。シーラブのブログを見ていたら、エンジェルカードリーディング、エンジェルタロットカードとあったので、ってどうもありがとうございます。そのブログを見ていただいて、本当にその疑問が、本当に今日私もいつかはそのタロットのこともぜひラジオでも話したいなっては思ってたので、本当にいい機会で今日話すことができて本当にありがとうございます。で、AKB さんからもですね、今日もこんにちはとかいろいろ来てますね。いろいろ来てはいるんですけど、ちょっと AKB さん、今これからまた仕事っていうことで頑張ってください。で、アッキーさんもイーサーさんもどうもありがとうございます。あとですね、すいません、今日メールの方が3名様から来ておりまして、前回先週なんですけど、今日少し遠隔するので、もし何かメッセージある人があればコメントしてくださいって先週お伝えしたんですけど、今日一応3件来てまして、で、一応これはお名前お話しして、 A さん、ちょっとイニシャルでいきたいと思うんですけど、 A さんから、リンさんこんにちは、初めてメールします。お悩み、何においても中途半端な私って変わりたいと思うんですけどっていう感じの件で来ているんですけど、 A さん申し訳ないです、今日はですね、ちょっとエンジェルカードを持ってきてなくてですね、まあ、タロットは持ってきてはいるんですけど、どうしてもちょっとタロットだけではやっぱり分かりにくかったりするので、もしよければこのメッセージ来週の放送でぜひ遠隔させていただきたいと思っておりますので、あと お二人様からも来ておりますので、今日来た3名様のメールをですね、来週遠隔で少ししたいと思いますので、もしよければ来週ぜひお聞きしてください。じゃあ、すいません、残りちょっと時間が少なくなったんですけど、まあ 1、2枚だけ少しタロットの今日メッセージがですね、一応やっぱ0番っていうのが無双化っていうカードで、本当に夢を追い求めましょうとか、思い切って信じましょうって、あなたは新しいワクワクするような人生の局面に差し掛かってるので、天使がこのカードを送りました。自分を信じ、慈愛に満ちた宇宙があなたの成功を望んでいることを知ることが大事です。本当に今からが始まり、無双化っていうのはやっぱり旅に出る人とか、そういった意味もすごくあるので、この0番を通った人は本当に特にダイアルかなっていうのは、先ほどの お話ししたように、本当に人生の大きな変化があるときに、この0番から21番のこのダイアルかなのカードが出てきたりするので、そういう時に出てきますね。あともう一つ、なんかダイアルカナでですね、15番でエゴっていうカードがあるんですけど、これはちょっとまあ少しちょっとこうマイナス的にも捉えがちなんですけど、本当に書かれているのが、罠に落ちたようなための感覚とか、物への過度の関心や執着、または否定的あるいは恐れに根ざした考え、あと真実に直面することの拒否、あるいは状況に対して個人的な責任を取ることの拒否とか、やっぱり少しこう自分の人生において本当に何かのせいにしてたりだとか、あとは本当に何らかに執着しすぎな時、もうエゴですよね。エゴっていうのはやっぱり自分自身の勝手なこう考えとか意識から起きてくるものなんですけど、本当にそのエゴを取ることによって、またあなたの人生はうまくいきますよっていう風に、そういう時にも出てきますね。あ、すいません、残りちょっと時間が本当に短くなってしまったので、私の最後にお店の紹介をしていきたいと思います。住所がうるま市江ノ美の714-5、江ノ美入り口バス停向かいとなっております。電話番号は 080-4699-7383、 080-4699-7383
0120-4699-7383 完全予約制となっておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。今週のテーマはエンジェルタロットカードとエンジェルカードの違いでした。また来週もお楽しみください。お相手はエンジェルセラピストリンでした。コメントいただいた皆様、本当に今日もありがとうございました。